こんにちは、ゆうです。バーザーのお時間です。はい、今日無課金サーバーから柴犬までやっていきたいと思います。今日誕生日の方、おめでとうございます。今日こそ、ね、前回ね、ちょっとワンクッションね、はい、ちょっとガンダムガチャ、はい、ちゃんと客式買って、いや、ズルしました、ガチャのまま宝石やったんですけど、見事に、まあ、皆さんからね、大変ご好評いただける、はい、内容の、ね、ガチャ結果ございまして、はい、今日のショートもね、あの今日買ってるショートもぜひ見てくださったらあの分かるんですけど、まあ、盛大にね、はいはいはい、盛大にやってますわ無料分なんでね、はい、今日こそ、はい、新百式ですか、はい、ちょっと挑戦していきたいと思います、はい、もうパーティーは出来上がってるんでね、はい、それではね、早速パーティーご紹介したいと思います。はい、こちらですね。はい、梅丸の、まあ、ライル交換したんでね、あの、ガンダムは抜きにしてというか、合うキャラが引けへんかっただけなんですけどね。はい。で、ライルループですね。はい。で、ご紹介しましょう。はい。で、リーダーの梅丸、7億リーダーですね、最初の。はい。特目覚め体制に HP 強化プラス。で、これフェスゲンの、はい、スキル3つの、自分 HP2 つ補えるキャラですね。はい。見つけてます。で、スキルがね、76倍返したり、消せないバインド、覚醒無効解除で逆割りできる、あと、熟成持ちの、梅丸を使っておりますと。で、こちら、ひそかですね。ひそかに、初学生全パラ強化、アシストの高潜在に、HP 強化の最上位のやつを一つに、ガチャドラですね。ガチャドラ武器ですね、フェスゲンの。これがチーム HP を補えるのと、はい、何やったっけ。覚醒無効化、最初の初ターンの覚醒無効解除をできるので、はい、これでつけておりますと。で、かっちゃんですね。ヒロアカからバグ号かっつきさん。かっちゃんって僕覚えてるんですよね。で、超覚醒全パラ強化に上限解放。で、これ武器は、何だっけ。ストロベリーナイトじゃなく、ストロベリーナイトのドラマなんよ。神のし、お酒ガチャの、はい、やつですね。はい。これで暗闇と、お邪魔と回復チーム、回復強化と、あと火属性ダメージ軽減を補ってますね。これで火属性の敵からのダメージがやっぱ痛いんでね、はい、それで補っております。で、こちら助っ人じゃなくてサブのライダー全部一緒です。属性無効潜在に悪魔キラーで、バルハラチアーズ、バーテンダーオーディの武器ですね。一応リーダースキルをご紹介しておきますと、火を7個以上つなげて消すとダメージを半減、攻撃力が50倍、3コンボ加算、固定値ダメージ、火属性の HP と回復力が 2.5 倍となっております。で、助っ人の、ライルは、属性無効潜在に悪魔キラー。で、これは原画師のサイレアの、なんか別の武器です。別の方の武器ですね。スキル2つに、10コム強化に雲耐性と指を補えるので、つけております。で、今回ね、副属性光に、のままなの。火に変える編成も多分あると思うんですけど、光の方がね、僕個人的に、その、闇属性に刺さったりだとか、その、水属性にね、どうしても火ばっかりだと全然ダメージが通らなかったりするんで、それがなんかちょっと僕的に、光の無効貫通組んで削った方が安定するような気がしたんで、使用感的にね。それで、はい。この副属性は今回光のままとなっております。で、バッチがその、ほぼほぼライルしか火力出ないんで、はい。ライルの火力増したいなと思って、ゲンガシバッチつけております。はい、それでは、2回連続負けちゃって、ちょっと、ナエトルなんですけど、はい、ちょっと今日は勝ちたいと思います。最高!空振り最高って出ましたね、今。はい。まあ、2回目はアップなんでね、はい、OK。せっかくライルでね、ちょっとね、ライルの強化パーツぐらい欲しかったんですけどね。まず、梅丸使って、で、ヒソカ使いまして、で、こちらも使いまして、で、ライルチェンジ、で、ライルチェンジ、で、ライルチェンジ、はい。でね、もうこれ回復したらね、耐えれるんで、全然。威嚇通ってるんで、相手に。なんか10コンボ、ごめんなさい、椅子ガン言っちゃった。威嚇、はい。で、ここで、ひそかの指取り戻して、椅子の位置が今になって安定せえへんぞ。椅子の位置が安定せえへんぞ。これやったらもう経験も貼っとくか。はい。はい。OK。
はい、OK。でもうこれは完全にね、はい、これだけで OK と。はい。で次に、ライルが上がってくるんで、はい。OK。でここで、これがね一番軽く出るんで、10コンボ強化付きのライルが。そこをね。大切にしていきたいですね。ちょっと待って、何一つ無効貫通組めてへんくない？大丈夫？光組めてた今。あっぶんね。組めてたわ。なんか組めてた。光か。光組もうぜ。そこは。一応、種属性というか、リーダースキルがね。の7個以上下しやからね、まあ、7個以上つながってたからね、ちょっと怖くてね、これ2フロア苦手なんですよ、僕2フロア苦手なんで、2フロアとパヌマスね、パヌマスやったっけ、合ってるような、覚えとった。よし、でパヌマスの場合は結構削っちゃう場合が多いんで、ヒソカ使って、で、これを、はい、でも無効貫通組んじゃうと、中途半端削りが一番良くないんで、ほんまに、もうほぼほぼ削るもんやと思って、僕は行動してるんですよね。あーと1秒なんかごたついたな。ただ無効貫通組んでるんで、ここは行っちゃうと、で割合が来ると、 OKOK で、ここで最悪カッチャン使っていって、あ全然ありますね、無効貫通プラス LG、 はい、ここでね、もう OK、 戻ったよし、はい、 OK。 ゲンガバッジの火力がすごいんですよね。よっしゃ、3フロア、ごめんなさい、ね、ちょっと椅子の上にあぐらかいてます。OKOKOK。雲も大丈夫、はい、暗闇がちょっと落としいけど、はい、んでね、これひそかがね、欲を言えば一個だけ十字組んで、欲を言えばね、種属性がじゃあ副属性が光やってよかったんですけどね。 OKOK。 デバフか、デバフやったら今のうちに十字組んじゃおう。 OKOKOK。 でここにターゲットいて、ここ無効貫通なんで、はい、で意地悪マジシャンちゃう、ライルサンドアートです、はい、全部いいか、全部光か、火足りひんのよね、悲しいけど引いたりひんのよね。OK。 次がね、何やったっけ、蝶のやつが出てきたら結構罪なんですよ、もうほんまこれどうしようもないんで、 1,2,3,4,5,6,7 これかも、海どうせで、僕はまだ成功したことないんですけど、ここでもうなんか温存しとこうかなと、一体ぐらい、残り1でしょ、で 1,2,3,4,5,6,7 OKOK。
はい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 。よしよし。オッケーオッケー。はいはい。で、ここを一発で倒さんと意味がないので、これ一番火力が出るね。10個も強化入りのライフ使ってあげて。いや、これちょっと微妙やな。これでいけるでしょ。 OKOK。 はい、 OK。 耐えろ耐えろ、遅い。はい、 OK。 で、あいつが出てへんかったらちょっとラッキーなんですけど、あー、ここは大丈夫大丈夫大丈夫。覚醒無効なんで、消せないは全然どうでもいいんですよ、これ。んで、このライフ使おうか。どれ使ってもいいんだけど。よしよし。で、コンボ吸収が怖いんですけど、かといってここで、コンボいけるかと言われればいけないんで、次覚醒を振るんやったっけ？あれ違うか。かっくる、来ますよね、来ますよね。オッケーオッケー。で、ここでメマル使って、これで仕上げです。よし、OK。 で、クライル使って、はいはい、はい。どうしたらいい？キュ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 、ゼロ教えてくれって感じでしたね。今ヒーロー優位の気持ちでしたね。やっぱあれか、ちょっと硬いな。いや、盤面が、待って、これひそか貼ろうか。意地悪マジシャンの死神クイズで、ここでこうしといて、はいはいはい、はい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 。OK。 謎に10コンボいったけど、危ない危ない。よかったよかった、回復足りてたね全然。で、56番面なんで、これ作れるかどうか微妙だけど、いやー、よかった、勝ち。123456か、勝っちゃうんですか。今これで、はいはい、オッケー。よし、オッケー、これでいったでしょ。オッケー、ふう。で、ロイの血は、ロイの血ちゃうわ、ノーチですか、ダメージ吸収の方か、あと3ターンか。あ、でも勝っちゃうのが俺使えへんから、一旦どうせあかんかったんで、はい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 。よし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 、オッケーオッケー。よし、OK。 あ、いい具合に通ってくれた。あー、で、2ターンか。2ターンやったら、よう、難しいこと考えんとこ。もう列でや。どうせ貴族生なん、相手。ちゃんと決めればいけるはず。はいはい。よしよしよし。OK。どのかいたどのかいた。で、ライル使って。んで、はいはい。しっかり回復、しっかり回復。しっかり回復。
これこうしようか。いや、こうしようか。危ない。4ゲージしたらよかったね。よし。ああ、マジか。このターンをちょっとやめとこうか。次、だって、せっかくね、一番火力でいるライト。あ、これライト使うんでよかったな。回復の L 字が強化されたということらしいので、よし、OK。 よかったよし、ここやったらいけるかな。ライル使って、よし、じゃあカッちゃん行きまして、といて、よし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 、 OK。 そこ回復ってきてほしかった今。よし、 OK。 次が誰だったっけ。まあ、バステドとかがよりによってミネルヴァ来た。マジか。はい、 OKOKOK。ここはね、ルーレットがちょっとしんどいんで、浮気しといて、受けゲーム貼れるんでね。多分、属性吸収が効いてる間は、いかん方がいいんですよね、全然。じゃあ、毎回ルーレットしてくれなんだっけ。いや、ちょっと待って、一応無効貫通組んどっか。ちょっと待って、組もうかって言ってから。はい、OKOK。どうした、パズル拾いすぎちゃうか。よしよし、毎回ルーレット。OKOK。 そっか、光半減やもんね。列にしとくか、やっぱ安全なんで。あの、一個言い訳していいですか。あの、アイスコーヒー飲んだんですよ。指でやってるから、もう水滴がね、ついて、あ、やっべえと思って、ちょっと、あの、なんかちょっと指だけでなんかコップ去ったでしょ。よし。はいはい。もうここは遠慮なく、ちゃんとライル使っていって、危ないんで、ちょっとなんか使わんと負けるのが一番嫌なんで、オッケー。で、これで OK。 よし、これで属性吸収も一応解けたけど、あんま関係ないねんけどな。よしよし、はい。で、こっからガンガンいきましょうか。やっぱね、全員刺さるんでね、そこが違いますよね。あれ、こんな指短かった。それとも、もたつきすぎた。ストップ。うん、よし。あぶねー、危ない。一旦ライル使って、危なかったら、カッちゃん使おうか。いや、いけるか、これは。しっかり回復。で、こう。よし。
梅丸の溜まってもた。マジか。それはちょっとやばいぞ。はいはい。よし、梅丸使っといて。ちょっと。列でいきましょうか。列、いやー、盤面見ようか、盤面見よう。切るか、ちょっと、ここ軽減貼りましょうか。いいんだったか、なんか、まあいいか。列にしとこうか。列にしとこうか。いやいやいや、どうしよう、どうしよう、どうしよう。列も危ないか。いや、列にした方がいいかな、これ。全部つなげちゃ、いやちょっと L 字入れてもうた。やばいかな、これ。ちょっとしか削らんといてほしい。よし、こうやったら半分いかんでしょ。 OKOK。 よし、次で一つ帰ってくるから火全部つなげちゃおうか。なんか分割してもあれやから、回復だけ。いや全然、いや分割。よしよしよし。ああ、じゃ分割って、いや、結構、いや。いや、ちょっと待って。ストップストップ。よしよし。危ねえ。で、椅子とか貼りまして。取れてるよね。よしよし。回復はちゃんとしとかんとあかんで、はい、よしよし。これで多分耐えれると。 OKOK。 でメマルがあと一旦なんで、 OK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 。んで、はいはいはい。で、ここは、はいはい。いやー、ちょっと、いやー、ミスったな。よしよし。オッケーオッケー。ちょっと攻撃力下げられちゃったか。で、暗闇は大丈夫と。はいはい。きつい。で、これも、峠抜きだけに集中して、峠抜きに全集中して、はい。よし、時間はまだ大丈夫、大丈夫。コンボ現象。はいはい、オッケー。で、ここのライルが一番軽く出るんで、ここしっかりね。ここひそか使っとくか。ビジュアルマジシャンの死神クイズ。これで、よしよし。これ欲を言うなら光が良かったんですけど、
そんなことも言うてられない世の中なんで。よし、OK。で、アイスコーヒーを飲むときは、ちょっと水滴がついてるんで、左手を添えるだけ、左手を添えるだけ。おっしゃ。で、行きますと。で、最悪、かっちゃんがいると。交渉か。これシールド抜けるんかな。僕わかんないんですよねこれ。オッケーオッケー、いけた。テープは大丈夫。オッケー。いやー、この木の数は1、2、いけるか。回復もしといて。いや、ちょっと待って。はい。危ねえ。よし。オッケー、火も乗った。マジで？あかんかった？これ大丈夫か。 OK、 10コンボいったから、とりあえず一撃は入れられると。よし、ちょっと待って、ヘイスト使えんねんけど。ちょっと待ってよ。じゃあ、ひそか使って。で、掛け芸も貼っといて。今、あとこれがいったんでしょ？ってことは、この火力一番出るやつで本体削っといて。やばい。緊張してる。危ない。よし。オッケー。ちょ、梅丸また溜まってもうたやん。やばい。あれ、ライル使ってんかった2体。あ、じゃあ戻ってきたんか。これで仕上げです。ライル使っといて、ライルちゃう、梅丸の上使っといて。よしよし。んーで、こう、ちょ待って、ビビるな。あ、でもどうせデバフ来たからあれか。デバフ来たからどうせ次削れへんかったってことで。行きたいから
いやーマジかー、ちょっとこれきついな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、9個ある。こうしといて、ちょっと分割分割分割、ちょ分割できてん分割できてん分割できてん、 OK。 危ねえ危ねえ、マジかー、くそくそくそ、チンたらしてんなよ、デバフ。ちょっと待って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 、そうコンボ現象が来たらきついな。はい、しっけ、またシールなんよな。ちょっとダメージ上がっとるな、なんか。いや、ちょっと待って、しっけ、これルーレット使っていこうか。L 決まった、 L 決まった、さすがにいったじゃん、 OKOK、 うん、いやーマジか、ルーレットか、きついけど、でコーヒー飲んで、あと5分ね。非分割しよう、非分割しよう。いやーちょっと待って、いや全然あかん、これで。きついなーこれで、これで、ちょっと待って、やらかした。うわあ。マジか。あと5分残しでしょう。火力覚醒が足りひんな。ちょっと僕のパズル力に対しての。指か、何をどうしたらいい。そもそもちょっと HP もちょっと不安なんよね。いやーちょっと待って、今ねちょっとお見せしたパーティーはこんな感じなんすけど、なんか変えた方がいいやつとかありますかね。それとももう水属性もやっぱり副属性火に変えた方がいいかな。副属性火に変えて、なんか火に意識がいってるんで、副属性火に変えるか。
いやちょっともしよかったら副属性のおすすめ武器とかそのコメント欄で教えていただけると嬉しいです。スキブの数的にちょっとこれがね限界なのかと、サブとかちょっと変えた方がいい。かっちゃんがねそう便利すぎて、はい、僕もね表の百式の時を使ったんですけど、表ちゃう表道の新鮮の百式の時に76リーダーとかねガンダムキャラでちょっとねいろいろあったんで、ちょっとそちらのおすすめとかも教えていただけると嬉しいです。はい、今回はこの辺でお開きにしたいと思います。とりあえず百式、ライル一発目編ですね。はい、悔しい、うわ悔しい、もうシールドもう緊張しすぎたのよ。はい、ルーレットもちょっとダメなんで、ルーレットが出た時点でちょっと緊張しちゃうんで、はい、今回はお開きにしたいと思います。見てください、ありがとうございました。はい、ぜひもしアドバイス等々本当にいただけると幸いでございます。はい、それではね、今回の相手は私、ゆうでございました。それでは。